ちゃん、これ取んないと。これ。これ。はいよ。あ、お水。お水。はい。お水入ってねえしょ、お前。ほんで。お水よ。ほら、お水。ほら。よ、飲んで。飲んでいいよ。あ、風船です。どう？おいしい？おいしい？どう？うまい？どう？おいしい？ちょうど乾いた？もっといる？めっちゃ飲むよお前。そう。めっちゃ飲むよ。飲みすぎ、飲みすぎだってお前、お腹痛くなっちゃう。やめな、もうお腹痛くなっちゃうからやめな。飲みすぎだよ、飲みすぎ。やめな、もう痛い、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 痛い。分かったから飲んでいいよ、好きなだけ。噛まないよお前。ちょっと俺一人になりたいからこっち行って。しゅうちゃんあっち行ってて、ちょっと自分の部屋行って。一人になりたい、怖いから。ちょっとこっち、こっち行って、こっち行ってて。しゅうちゃん、あっち行って、一回。しゅうちゃん、これ、餌あげる、ほら。ほら、これ餌あげるから。こっち、こっちで、あ、こっちで。あ、こっち。あー、どうも、お、花火どんちき。ありがとうございます、お花火ナイス。危ないね、喉乾いてる犬に、こう邪魔したら危ない。噛まれた、うん、だからカレンちゃんもお酒飲みたい時邪魔したら暴れるんだよ、ああいう風に。欲求を抑えたらダメだね、やっぱ生物は。大変になる。危ねえわ、はい、動物は。猫ちゃん寝てる、疲れてました。シジロの餌のありかが分かんねえな、どこにあるんだ。
いいか。ありがとうございます。画面ぼやけてる。あ、本当だ、ちょっとぼやけてる。あった。そう、今日金曜ロードショーです。ちょっと疲れた。治った。いやね、一応寝るしかない。クマちゃん2つナイス。面白かった。疲れた、マジで。配信しながら辛いね。いろんなもん持たないといけないし、自撮り棒持ちながらリードでこうあーってなるし、結構厳しいね。あ、ないでしょ、トイレペーパー。最初で最後でした。お散歩配信どうでした。フルさんありがとう。テイキありがとう。バーガーありがとう。まだ手洗ったらちょっとスタンプ吸ってから疲れたんですね。手洗う、疲れた。あ、ナイス、ありがとうございます。ナイス、助かります。マジで今接戦なんですよ、2位と3位。マジでマジ接戦なんです。ナイス、助かります。マジで負けそうなんですよ、今週のナイスが。マジで助かります。嬉しい。ああ、今飲んでます、綾坂。あー、おしっこついてるわ。でも疲れすぎてもどうでもよくなってる。疲れた、マジで。多分 めっちゃ痩せたよね。めっちゃ痩せてる。3キロぐらい落ちてる、多分。あるある。メガホン明日、そうっすね、明日で最終日。あと明日のナイスもね、ちょっと頑張んないと。明日で締め切りなのかな。今日までだったっけ。いや、痩せてるから、マジで。ガリガリだよ。いつまでだっけ、ナイス。げっそりした散歩配信、これだ。めっちゃ便来てる。誰だこれ。え、何、依頼したいことがある。何これ、電話来てるんだけど。なんだこれ、なんだ依頼って。誰これ。リスナーさんだ。めっちゃ電話来てた、2回も出ない。あ、トイレ。顔は腫れてる、腫れ、目がね、腫れてる。トイレかな。それ貸してもいいよって言ったから俺が。いや、疲れたな。手やろうか、とりあえず。
チュン玉パンパン、キャン玉パンパンってだけだった。まあ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 。無限の彼方へ、さあ行くぞ、さあ行くぞ。二重切開、いやあのね、目頭切開と埋没、二つなんか使ったみたい。今日映画やりますね。ナイスランキングいつまでだっけ。29だ、明日までだ。おお勝ってる、半端じゃない、やったぜ。ナイスランキングめっちゃ上がってる、やったぜ。あ、しかも4位になってる総合で、やったぜ。でも抜かれるな今日夜、やべえな。800のもらわないと、800ナイス欲しいです。あと40人お願いします。抜かれちゃう総合ランキング。明日一応メガホン、そうっすね、欲しいです。ちゃんと、あ、寝てる寝てる、猫ちゃんでしょ。目目目目をセットして、ナイスアイダス。こんばんは、ナイスアイダス。押した、定期アイダス。いや、芸能界が入れないでしょ、そう簡単に。バカだから、もう。うん、素人に毛が生えたぐらいだから。逆に芸能界入ったら、なんかすげえ忙しくなって、なんか飛びそう。なんかこんな感じがいいよね。なんか予定とかプッチしそうだね。あやたか買いだめ何日、いやわかんない、2箱買ったから24本に。あ、用文言った、なんてブロックされちゃった、なんか書いたの。ありがとうございます。なんて書いたの、なんてコメントするとブロックされるの。デマ情報じゃないんだって、マジでないんだって、マジで品薄だよ今。3時間で終わった手術。うん、メガホン何の効果がある、何の効果。うん、ランキングが上がるんですよ、マンスリーランキングが。あ、メガホン5個あれです。ずっと寝てなくても大丈夫だよ。でもな、眠かったんじゃない、疲れたんじゃない、多分。メガホン8個ないです。テーマに脅されて買うやつらのせいで、信じないやつらも買わなきゃいけない。要はでも外に出たくないから買いだめはした方がいいんじゃない。なくなってからその頻繁に買いに行ったら大勢いるところに行かなくちゃいけないしね、人と接触を避けるためにもまとめ買いはした方がいいんじゃない。でもうん、なんか寝てる、眠かったよね多分。うん、明日メガホン。うん、顔が鳥のクソに似てるって言ったら聞きすぎて、鳥のクソ、いや全然聞かないけどな。ナルシストなのかな、かっこいいキャラで売りたいのかな。いやそんなことないよな、なんでだろうね。修二、あ、だから結構まとめ買いしてるみたいね。でも
修二郎の餌たくさん買った。でも転売屋いるからね、品薄になったらさ高い金出して買いたくなくない？ペットボトル、あのトイレペーパーとかさティッシュとか嫌じゃない？1000円とかで買いたくなくない？手に入